進化を続けるメッキ加工、金属表面処理技術。アサヒメッキは金属表面処理加工のトータルソリューションカンパニーです。設備装置の企画開発、独自技術の開発とアイデアのご提供、金、銀、銅、スズ、ニッケル、亜鉛、クロムなどあらゆる種類の金属表面処理に対応して、自動車部品分野、情報通信分野などの幅広いお客様に多くの実績と高い評価をいただいています。金属表面処理加工を知り尽くした熟練スタッフ、アサヒメッキは1948年の創業以来、メッキ処理の進化を見据え技術の研鑽に努めてきました。その豊富な知識と経験が最新鋭のテクノロジーと融合した新技術の開発や専用装置の企画開発に生きています。お客様の製品使用、処理する部品に最適な試作やメッキ液の改良、また装置の機構やメッキ層、ジグの工夫、素材も鉄、非鉄を問わず、銅や銅合金、亜鉛ダイカスト、アルミなど、さまざまな材料に高度なメッキを施す技術を開発して、質の高いトータルソリューションをご提供し続けています。全27ラインに及ぶアサヒメッキの設備群、最新の技術と独自ノウハウによる装置などを揃えて国内屈指の設備力を有しています。こちらは銅ニッケルメッキの自動化ライン、ツインバレルによる高効率な生産システムで多品種小ロット部品の量産に対応しています。アサヒメッキでは鉛フリーの無電解ニッケルメッキ装置や銀、スズなどの多彩なバレルメッキ装置を備えています。薄さ 0.02 ミリの極小部品にも特殊なバレルと技術者の手による丁寧な処理で精密メッキを施すことができます。静止メッキのラインにもアサヒメッキの独自ノウハウが生きています。亜鉛メッキ、静止銅スズビスマスメッキ、鉛フリーのリードフレーム専用機、五軸ロボットによるクロメート処理や硬質クロムメッキの自動ラッキング装置など、自動化、品質の安定化、高生産性の実現に積極的に取り組んでいます。フープメッキ装置は液面制御やマスキングで必要な部分、極小部分のみにメッキ処理を施します。金や銀などの希少材料に非常に高い生産性を発揮します。自動車部品のスイッチや情報通信機器のコネクターなどの専用機として活躍するアサヒメッキの代表的な開発技術です。自動テーピング装置なども工夫しています。アサヒメッキは前工程、後工程の設備も充実しています。バレル研磨の自動装置、24時間無人稼働の真空熱処理ライン、溶剤洗浄装置、転写コーティング、 MP コーティング、テフロンコーティングの各種加工装置、
変形パーツの画像検査装置。検査室では蛍光 X 線膜圧測定器やプラズマ発光分析装置、マイクロスコープ、輪郭形状測定器など最新の機器による厳密な品質管理を行っています。また大型の排水処理設備を備えて環境対策も万全です。優れた金属表面処理加工を日本国内からアジアへ。朝日メッキ中国工場は、環境規制の厳しい中国で法規制に対応した中国内で一流のメッキ専用団地に立地し、安心安全な環境で活躍しています。自動車情報通信機器分野の日系メーカー様へ、日本本社と同じ技術品質の製品をご提供しています。多彩な技術、充実した設備、前処理からメッキ、後処理工程までの一貫生産体制、そして独創性ある優れた企画開発力で、朝日メッキは皆様に最高の金属表面処理加工をご提供し続けます。